カジュアルウォーターについて説明したいのですが、残念ながらありません。ですので、これ今バンカーですが、忘れてください。これが水たまりだと思ってくださいね。そうしますと、ここグリーンですね。例えばあちらから打ってきて、ボールがカジュアルウォーターに入ったとしましょうか。この場合、以前の規則ではボールが止まっている地点からカップに近づかず、障害を避けうる最も近い位置だったんですね。障害とはカジュアルウォーター。そしてこれを避けることができて、最も近い位置、向こうより近いですから、こっちですね。カップに近づかない、この辺に置くということになりました。ところが今回の改定では、ここでもいいんです。それもいいんですから、さらに置いてもいい場所が拡大されました。以前の規則ではここしかありませんでしたが、あそこからここまで、今ボールのある位置から障害を避けうる、カップに近づかない最も近い位置、ここまでの距離よりも近ければ、この移動距離よりも近ければカップに近づかないところに置いていいということなんです。ですからずっとこう円を描いていくと、ここら辺までいいんです。でも障害を避ける最も近い位置は、障害を避け得てますんで前に水はないんですね。しかしその範囲内でカップに近づかない位置というのは、基本的にはカジュアルウォーターの後ろになります。ですから次打つとき、前方にカジュアルウォーターがあるという状態で打つことになりますね。それでもそちらの方が打ちやすいと判断した場合は、そちらでもいいですよというふうに救済を受ける範囲を拡大したということになっております。ですから そこでもいいのですが、まあここでもいいということですね。まあこういうこともできるということです。パークゴルフの技術に関するお問い合わせはコメント欄までお願いいたします。